うございました。藤宮さん、ちょうどよかった。ん？どうかしたの？なんでもないです。本当に？大丈夫？はい、大丈夫です。何か用事が？あ、そうそう、料理運ぶの手伝ってほしいんだけど。はい、わかりました。よし、持ってきたな。それじゃあ、あとは会場の中を頼む。ちょっと、そこのウェイター。邪魔だよ、どいてくれ。おお、君、いいところに来てくれた。ちょっと喋りすぎてね。ミネラルウォーターを一杯頼むよ。困ったのだね。篠原君。申し訳ありません、知事。水を持ってきなさい。なんてことを。水を持ってきなさい。なんてことを。水を持ってきなさい。それじゃあ頼んだよ。主人、すみません、ちょっと失礼。おい、やれやれ、またトイレかね。緊張のしすぎじゃないのか。困ったものだ。ああ、話がそれたね。それじゃあ水を頼んだよ。すまん、ちょっと待っててくれ。お客様、本当に申し訳ありませんでした。すみません、いや、こちらこそ、すみません。いえ、こちらの不手際ですから。お客様はお気になさらないでください。それじゃあ、僕はこれで。ほら、突っ立ってないで片付けろ。あ、はい。待たせたな。何か用か？田辺知事から飲み水を頼まれたんですが。お、そうか。じゃあ取りに来てくれ。おい、田辺知事の水だ。急いで用意しろ。今片付けますから。そうだ、この扉のあたり水漏れしているみたいなんですけど、通路の方は大丈夫ですか？
いや、通路の奥から水漏れしているみたいだ。本当ですか？どうしたら。とにかく片付けますね。すぐに片付けますから。水道もガスもだ。どっちも止まって仕事にならん。おう、来たな。おい、知事の水は用意したのか。持って行ってくれ。頼んだぞ。走るんじゃないぞ、こぼれるからな。あ、担当者、とにかくすぐに来てくれ。それは大丈夫だから、心配しなくてもいいよ。わかりました。それより、今回だけだからね。頼むよ。はい、ありがとうございます。あ、篠原さん。さっきの水漏れのことですけど、水道管が壊れたそうです。もう修理の人を呼んだって言っていました。そうなんだ、よかった。ん？私、今日はこれで失礼します。どうして？ちょっと急な用事ができて。お仕事頑張ってください。それじゃあ失礼します。見てください、ここ。これは、もしかして、さっき聞いた。これって水道管が壊れたっていう。え？水道管？ああ、そうだったかな。連絡しておくから、仕事に戻りなさい。はい。本当に大丈夫なんですか？ああ、心配ない。早く行きなさい。ここ、水漏れしてるけど大丈夫？そうなの？ねえ、ちょっといい？急いで頼みたいことがあるんだけど。はい。ウェイトレスの服持ってきてくれない？え？私、週刊報道の本田っていう記者なんだけど、こういう豪華なパーティーの厨房を取材したいのよ。ねえ、お願い。ちょっと借りるだけだから。わかりました。任せてください。ありがとう。助かるわ。ここは目立つから、あそこで待ってるわ。ねえ、その水差し置いていったら？それじゃ、よろしくね。
ウェイトレスの制服？どこかにあったと思うけど、ごめんなさい、覚えてないわ。それより、チーフ知らない？さっき急いでどこかへ行ったんだけど。あの…水漏れ？よくわからないけど、大丈夫じゃない？あの…どうしたの？様子が変よ。疲れてるんじゃない？あのチーフ、ウェイトレスの制服なら自販機の横の段ボールに。ん？君、そんなものどうするんだ。それより知事に水はお届けしたのか？急いでくれよ。あのチーフ。え？水漏れ？ああ、まあそんなに心配するな。それより知事に水はお届けしたのか？急いでくれよ。あのチーフ。ん？なんだ？変なやつだな。それより知事。そこの水漏れなら業者に連絡してやる。仕事に戻るんだな。あの、できました。ありがとう。あなたに頼んでよかったわ。はい、これお礼ね。それじゃお仕事頑張ってね。